はい。それでは一位写像のワトスカラーバイということで解説をします。FG をですね、RM、M 次元数ベクトル空間から N 次元数ベクトル空間への一位写像とします。一応 R と書いてありますけれども、K、一般の K でも一緒です。それで F プラス G というのをですね、次のように定義します。写像の輪ってちょっとおかしな感じがするかもしれませんが、F プラス G というものをですね、X、RM の M 次元数ベクトル X に対して、F の 行き先 fx と g の行き先 x を足したものを対応させる写像のことを f たす g と。まあ、これは不自然に見えるかもしれませんが、ごく自然なんですね。例えば多項式二次関数 fx 二乗と fx イコール x 二乗と gx イコール x 三乗があったときに f たす g というのは要するに x 二乗たす x 三乗に x, x を x 事乗たす x 三乗に移すと。そういう写像だということですね。まあ、それと同じことで ここではこの写像 F たす G っていうのをこのように定義します。で、同様にスカラー倍の方もこのように C 倍の F っていうのは何かというと X に対して FX を C 倍したものを対応させる写像のことを CFX と CF というふうに定義します。はい。このようにして定義した F たす G や CF は2つの線形写像 FG の和あるいは F のスカラー倍と呼ばれています。で、これらはどちらも一時写像になることがわかります。えー、すぐに。 直接示すこともできますし、また F 以降 F を表す行列を A、G を表す行列を B だとすると、F たす G は A たす B によって定まる行列像であるということは容易にわかりますから、あるいは CF の方も C 倍の A という行列 A のスカラ倍によって定まる写像であることは容易にわかりますから、これらは一位写像であることはわかるわけですね。一応証明はこちらに書いておきましたけれども、このようになります。 はい。それではですね、えー、応用として正社へを表す行列をちょっと考えてみましょう。正社へ P っていうのは、Y イコール、まあ、なんとか X という直線 L がありますね。この L に垂直に影を落とすっていうことですね。点、えー、点 P があったとき、点 X があったときに、その X をですね、えー、点 X があった、ね、この X をここへ垂直にこう対応させると、こういう写像ですね。はい。この写像は一時写像でしょうか 今回はちょっとですね、あの、平行四辺形を書いてもですね、平行四辺形がべシゃっと潰れちゃうので、なんかイメージが湧かないですよね。ですけどもですね、これは、L に関する対称移動っていうのを F だとするとですね、この正射絵っていうのは何かというと、FX とそれから X そのまま動かさないっていう、これはまあ、アイデンティティっていうんですけども、高等写像ですけども、えー、以前にちょっと出てきましたけれども、このアイデンティティという、 え、単位行列によって定まる写像ですね。と言ってもいいですね。まあ要するに X に対して X を対応さずそのまま変わらないっていう。まあ、FX イコール X ってやつですけども。この写像とこの写像ですね。この点とこの点を足して2で割ったものになっていると。つまり、正写絵 P っていうのは2つの線形写像 F と高等写像 ID と足したものに2分の1をかけたものということですから、 つまり、これはワトスカラー場になっていますので、これは一時写像ということですね。でしかも、この P を表す行列は、B はどうなるかというと A、A、F を表す行列を A とすると、A と単位行列の和、かける二分の一ということになるわけですね。例として y、Y イコール分の 1X の場合を考えてみると、二分の 1X の場合の対象移動っていうのは、こういうふうになったわけですね。まあちょっと、えー、えまあ以前にも計算しましたので、ここでも答えを、 出していますけれども、そうすると、この二つを足して、単位行列をこの二つを足して2で割ったらこういう風になります。これが、あ、ですが、この行列が正社員を表す行列ということに今の場合になります。でですね、えー、補足ですけれども、これ下に検証って書いてありますけれども、B の各列ベクトルは10と01の像ですというようですね。で、10と01の像なんですけれども、これは正社員ですね。このこいつの像は、これちょっと2分の 1X っぽいですね。 ここですと。5分の4、5分の2ですと。0、1の像は、ここですと。ここですと。これが5分の2、5分の1ですと。どちらもちゃんとこれ、y 座標は x 座標の2分の1、y 座標は x 座標の2分の1になっていることがわかりますね。このように、まあ、ちゃんとこれ、001の像になっているということが、まあ、なっていることはわか、あの、これだけではわかんないんですけども、な、ね、えー、な、少なくともこの条件ですね。直線 L 上に乗っているということは、すぐに確かめられますので、 ま、検算としては、検証としては、完全な検算にはなりませんけども、一応確かめることができるというようですね。それでは、この話はこれで終わります。